今時刻は11時49分です。今日はサウスウィンドさんのバーベキューに来ました。ダメだねで、僕たちは遅刻してきて、もうみんな朝行って稲田とか何だとかってすごい出てきて、僕たちは今からちょっとだけ煽り狙いで出てみます。これで釣れなかったらこの動画は採用されません。採用されません多分釣れないです。一杯でも釣れればな。僕はマンタレゴーレンクロマティー号で、シャンマツくんが、フェニックス。潮の流れで今左にエギが流されていきますね。すごい磯、ちょっと深いけど。まあまあいいサイズだね。9月中にしたらいいでしょ。これは生き残りじゃなくて生まれたイカですね。美味しい。今日はバーベキューなんでちょっとお持ち帰りさせていただきます。よっしゃー、これダメですね。エギングはちょっとやりにくいのでバーベキューに使いましょう。 OKOK、 一杯出たから OK よ。来まして、遅刻した上に釣りをやってしまったので、もうバーベキューがほぼもうほぼまったり本当に終わってます。本当に終わってる状態ですね。いや、これから第2回だ。第2回に参加します。もうこれ本当この辺でいいです。このあ、これ超うまそうじゃないですか。これ取ってきたんですよ。 ありがとうございます。 ありがとうございます。サウスウィンドの佐田正史さんがやってくれている、これカツオのこう叩きがこれから出来上がる。これあれですよ、川村さんが今朝気仙沼で釣った。気仙沼で物理的に帰ってくる不可能なドラえもんかよっていう。これやばい。いや、ありがとうございます。これまで腹4分の6。今アユをいただいているところです。自分頭からガッて、これ来ましたよ、これ来ましたよ。うん、どうも、やばい、これ超やばい、これがやばい、これこんなん食っていいの？食っていいよ。うまっ。しっかりコメントもらわないと、はい、気仙沼さんの、カツオのたたきです。で、炭火で今ここで叩いたたたきにしたやつです。いただきます。いかがですか、お味の方は？じゃあ松永君です。松永君行かないから。ハードル上がっちゃった今。ハードル上がったな、これ。ちゃんとね、生姜乗せてね。はい。リアクションお願いします。完璧で。早いって。すぐ前からもう行っちゃって。今日母ちゃんが釣った稲田がここで焼けてます。焼けてます。そうでございます。今はクラブハウスで一休み中です。白熊女子は洗い物をいや俺お腹周りだから、これ最後のもう後
半ですね、まあ、8時半です。女子が誰もいない男だらけのこう状態になりまして、男の作った焼きそばがこれから出てきます。シェフチャーリー、あ、うまそう、うまそう、うまそうっすよね、うん、うまそう、うまそう、いいっしょ、ほら今日釣ったイカ、今日釣ったアオリイカ、この秋初物のアオリイカがたっぷり入った、超繋がってんだけど切れてね、切れてないよ、これ全然すいません、切れてないイカ焼きそば切れてないの、麺をもうちょっと切れてないですよ、すいません、切れてない、いただきます、いただきます、やばい、超うまい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、うまいっすよね、いや、うまい、いや、じゃあ、なんと、なんと、普通にうまい、なんと、俺、監督系得意ですよ、すげえ、なんと、そうだ、いただきます、いただきます、いや、いただきます、おー、食でございます、早かった、美味しかったですね、争奪戦でしたね、争奪戦でしたね、でも軟骨が入ってましたね、全校うまみ成分がやっぱり何もらってる、今回はちょっと伊藤さんバージョンですね、あの本場静岡の静岡地獄の焼きそば、あれチャリさんどうですか、うまい、あれよし、な、磯さんはやっぱ調理法がすごい、うん、プロなんだよ。いいっすね。うまい。なんか味でもあんまり感じがないよ。取っていいよ。あーじゃあ、かわちゃん。こうこもっとる。ここにアホみたいにしてたから。いや、苦労しましたね。ようやく上がってきましたよ。ちっちゃいけど、秋あおり、しゃくり途中に乗ってきちゃった、みたいな。釣れちゃった系です。苦労した。いやー、三浦しぶいな、本当に。僕が下手なだけかな。まあでも、とりあえず撮りました。